それでは、油という字に行きますね。まず、三髄を書きます。ひし形に、これよりも少し外に出ます。また、これよりも少し内側に入っていきますね。そしたら、二画目あたりから少し内側に入っていきますね。縦横はだいたい似たような長さですね。で、また内側に左の角度に合わせて降りてきます。そしたら、縦は、三髄よりも上からですね。上からまっすぐに持ってきますね。そしたら、間隔をだいたい合わせて、で、これは真横に止めてください。三髄よりも下がらない。